はいみなさんこんにちは ICO コンサルティングの私井上と申しますまあ今回私のセミナーのご案内も差し上げているわけですけども45年間この経営コンサルタントをし事業承継にかかってきたものとしていつも思うんですけどもいい会社 有料な会社をお気づきになった経営者の方がいつも7080になってから自分の会社の後継をどうしようかなんて慌てておいでの方が多いんですけどもまあ私は60歳からはぼつぼつ次の代に会社を譲るということをぜひとも考えていただきたいと思っているんです。 大体いい中小企業の経営者で業績のいい会社をお作りの経営者は超ワンマンですしリーダーシップもありますし基本的には自分が自ら「やめるぞ!」「この席油から外すぞ!」自分自身に言われる方というのは非常に少ない。実は口でおっしゃってても実際アクションを取っておられるかい 大体60歳ぐらいから一度お考え願えたんです考えてみると株の構成がどうなってるか意外と相続争いの目はもうその辺りから実は生まれてるんですね社長がほとんどの株をお持ちだったら 俺は渡すすとい,やいいですけどたくさんのご親族の方がお持ちになってたりまた歴史ある会社は大変なんですよねどこへか行ったかもわからんぐらいになってる会社が時々あるんですけどまあそういった意味で次の後継者に相続争いの中の渦の中に巻き込まないで。 自分が力のあるとき自分が経緯を知っているときにまず株をどうしたらいいだろうかと整理していただくその次に一体それがいくらの価値になっているかまあこれも知らなきゃだめですねほら上場会社でしたら市場価格は毎日出てますけども中小の同族会社の場合はそんな出ておりませんし 一旦計算してみるとすごく高くなって自分でもびっくりするような株価になっている時があるわけです。ですから退職ということを10年先にお考えになっていわゆる10年間の時間というものこれを味方にしてどうして渡していったらいいだろうかと。 これをもちろん税理士だけじゃなくてその道の専門家にお尋ねになってこれをセカンドオピニオンというんですかああされることがお勧めします。そして最後には私に申し上げてるんですけども相続・賊で争うことのないようにしながら私はお勧めしてるのが 高額な退職金ををおお取りになるることをお勧めしているんですこれは自分がお金をもらうだけじゃなくて積み上がった叙余金これを一度吐き出すことによって経営者がお取りになることによって実は株価が下がるんです。ですから一度大きな退職金をおもらいになったらいかがですかと。 お勧めしているんですもちろんおそらく顧問税理士は反対なさることが実は多いんですまあ私たちの会社ではちゃんとした手段順序を持って高額退職金を払えるようにお手伝いはしておるわけです。もうこういうこい 道筋をきちっと作ることによって会社の未来が安定していく、まあ、一番も会社が潰れやすいのはうちで勢力争いをする頭が一つじゃなくて二つ三つになって方針が通らない、まあ、こういう会社にしてしまおうと。もう台でも 中でも小でも一緒ですけどもね築城3年落城3日といって非常にもろいなとそう思ってるわけです。